オーパンバルにて、純白のボールガウンと白のオペラグローブを着用するデビュータントウィーナーオーパンバルとは、ウィーン国立歌劇場で、毎年2月杯の水曜日の前の木曜日に行われる舞踏会である。ダンス伴奏は、ウィーン国立歌劇場還元楽団及び、ウィーンオペラ舞踏会還元楽団が担当し、ヨーロッパで最も格式高い舞踏会の一つに数えられる。 オーストリア・ハンガリー帝国時代の1877年に第一回が開催され1945年まで続くが戦災でウィーン国立歌劇場が消失し1955年に再建されるまで中断した1956年から復活し戦災復興の象徴として以降毎年開催される主催者は帝国時代にはオーストリア皇帝が 共和制移行後には、オーストリア大統領が務めている。旧貴族、現在の身分ある人、外国の外交官などの上流階級の子女が、ウィンラワルツを踊るための場であり、お見合いの意味も持っていた。旧貴族については、旧貴族の中からその年ごとに選出して、入場権を与えるという会員制で、警符をたどってその子孫に参加権が配られる形式を、取った。 一般人は参加することができなかったため、国立歌劇場の周囲では上流階級のふざけた催しとして抗議デモが繰り広げられるのが常であった。1989年にはデモ参加者によってパトカーに火がつけられる事件が発生している。近年になって基準が緩和され、審査を通れば一般人でも参加できるようになった。ただし条件は厳しく、 調身で、容姿短霊、語学に堪能など、社交界デビューにふさわしいものが求められる。デビュー担当としては、ダンス教室に通っている17歳から24歳の男女150組300人が、オーディションで選出され、一生に一度しか出られない。また、今なお、お見合いの要素を持っており、ダンスの裏で演談をまとめる機会とされることも多い。ドレスコードは、男性は、 黒の塩ビ服に白の手袋、女性は純白のボールガウンと合わせ白のオペラグローブの着用が義務付けられている。何世紀にもわたってデビュータントのスタイルとファッションは変化してきたがずっと変わらないアイテムは白革製の肘上までのデビュータント手袋の着用であった。そのため手袋のないデビュータントはデビュータントではないと言われるほど白の長手袋はデビュータントにとって 重要なアイテムとなっている。各自が服装を用意するが、女性のティアラは運営者側から事前に送られ、美容院で落ちないようにセットされる。過激場をラドマの客席を取り外し舞台の高さと同じにしてダンスフロアが作られ、舞踏会当日は、欧州中から集められた8万本の花のフラワーアレンジメントが飾られ、午後10時に控室で ダンスシューズに履き替えたデビュー担当たちのフォーメーションダンスが始まり、それが終わって、美しく青木ドナーが演奏されると、ボックス席でシャンパンを飲んでいた参列者6000人も踊りの輪に加わる。その様子はテレビで4時間制放送される。翌朝5時に舞踏会は終了する。ダンス開幕午後10時に先立ち午後9時からテレビ、放送される。視聴率は59%で、 オーストリア人の274万人が主張している。近年は、プラハや米国にもオーパンバルのシステムが輸出され、ウィーンのダンス界の大物が指導に行っている。社交ダンスのメイン会場は5150人、収容だが、地下と3階と6階は、DJ のいるディスコ会場で、カジノが開設され、バーが数箇所あり、1階にカフェが開設される。 収入は340万ユーロ、収益は110万ユーロ、料金は、客席代が、ボックス席が18,500ユーロ、入場料が250ユーロ、カクテルが14ユーロ、オーストリア産発泡ワインが1本158ユーロ、フランス産シャンパンが1杯30ユーロ、ソーセージ2本が9、5ユーロ、生ガキ3個18ユーロ、その他の飲み物としては、グラスビール、瓶ビ,ビール、 ミネラルウォーターが用意されている。ありがとうございます。